羽ニュー・ユズル、北京五輪での因縁の四回転サルコーに挑戦。驚異の成功に観客感動。フィギュアスケート男子で2014年措置、18年平イ五マゴリンを連覇し、昨年7月にプロ転校した羽ニュー・ユズルさん、28が、スケーターとして史上初めて東京ドームで演じる単独のアイスショー、ギフトが26日、行われた。ハブさんは終了後に取材に応じ、第1部の最後の演目に、 助走ドロンドカプリチオーソを選んだ理由を明かした。このプログラムは22年北京五輪のショートプログラム、SP で演じたが、自らが作った穴にはまって冒頭の四回転サルコーを飛ぶことができなかった。しかし、この日は競技者時のような6分間練習でウォーミングアップをして、四回転サルコーを着氷。四回転マイナス三回転の連続トーループやトリプルアクセル、三回転半ジャンプも鮮やかに決めて、 演技を終えると力強く拳を握った。因縁のサルコーですと言って、笑みを見せたハブさんは、北京オリンピックでやりきれなかったという思いが強くあったプログラムです。あのプログラムには夢をつかみきるという物語がありますとコメント。今回のショーには夢というコンセプトがあると明かした上で、まず前半の一幕の中で夢をつかみきったという演出をしたかったと選んだわけを説明した。今回はしっかりと決めることができたこともあって、 朝は自然とヒートアップ。あの時に夢を掴みきれなかったものを今は掴み取るんだとか、まだまだ掴みきれていない夢に向けてこれからも突き進むんだ、みたいなイメージで滑らせていただきましたと話した。羽生結弦さんは、2014年のソチオリンピックと18年の平正オリンピックで男子フィギュアスケートの金メダルを連覇し、その後プロ転向を果たしました。 彼はその後も数々の素晴らしい演技で観客を魅了し続けてきましたが、北京オリンピックでは思うように演技を完遂することができませんでした。ハブさんは東京ドームで行われたアイスショー、ギフトにおいて、北京オリンピックで飛べなかった因縁の4回転サルコーに再挑戦しました。彼はこれまでにない緊張感の中、6分間練習でウォーミングアップを行い、 観客の前で見事に4回転サルコーを成功させました。さらに、4回転マイナス3回転の連続トーループやトリプルアクセルも見事に決め、演技の終わりには力強く拳を握りました。ハブさんはインタビューで、因縁のサルコーです。北京オリンピックで達成できなかったことについての思いが強くありました。このプログラムには夢をつかみ切るという物語が込められていますとコメントしました。また、 今回のショーは夢をテーマにしており、前半の一幕の中で夢を掴み切ったという演出をしたかったと述べました。ハブさんは、この演技を通じて夢に向かって進む力強さを表現したいと語りました。彼は北京オリンピックで夢を掴み切れなかった経験を胸に、まだまだ達成していない夢に向けて努力を続ける姿勢を示しました。ハブさんは、あの時に夢を掴み切れなかったものを今は掴み取るんだとか、 まだまだ掴み切れていない夢に向けてこれからも突き進むんだ、みたいなイメージで滑らせていただきましたと語りました。羽生結弦さんの再挑戦は彼の持つ信念と情熱を感じさせるものでした。彼の成功は過去の挫折から学びを得て、夢に向かって無断の努力を続けることの重要性を示しています。羽生さんの素晴らしい演技は多くの人々に勇気と感動を与え、 彼の存在がフィギュアスケート界において特別なものであることを改めて証明しました。今後も羽生結弦さんの活躍に期待が高まります。